あ今日も元気に実況を始めていきましょう。どうもショートということなんですけども、いきなりなんですけども、10月12日13日ね、大阪エベッサのホームゲーム開幕戦が行われるということで、お相手さんは琉球ゴールデンキングスということでね、皆さん来ていただければなと思います。よろしくお願いします。さあいきなりなんですけどもね、大阪エベッサの選手 VS トモヤンの 3-on-3 が行われたんですよ。もう何これと、何この豪華な戦い、も観客もすごいよ。 VS 嵐ぐらい来てますけど、おっと来た、股抜きから、お相手さんは橋本拓也選手ですね。めちゃめちゃ上手い選手。あ、さあこちら藤高選手ドリブルから行く。さあ大阪エベッサの選手ね、藤高さん、郷田さん、橋本さんと、トモヤンチームはですね、トモヤンと会場から選ばれた2人の子供たちということで、少年たちということでね、今ちょっと大人げなさ見せられましたけども、まああのね、どちらが勝つのか、少年たちが決めれば点数はちょっと大幅にアップするんですけども、まあハンデをつけながら、どちらが勝つのか見ていきましょう。といきなり大阪エベッサの選手たちがもう4点決めちゃってるけど、トモヤン、おっとパス出して、このね少年どうだ、惜しいんだこれが、またトメアンのねアシストも狙いたい。さあ藤高選手華麗にドリブル決めてきますけども、まあ相手はね少年といえども、会場から選ばれた精鋭たちなので、おっとなんで決まんの、なんか機械かな、この人ロボットかな、ということで来ました、この少年たち。おっとさあどう決まるんだ、おっと素晴らしい戦いだ、これでね4点決まっちゃいますから、もう4点、これはなかなかいい戦いになりそうだということですけども、やっぱりプロの選手、あ、冷静に焦りを一つ見せない。さあもう僕ね、今度からね、生実況みたいなの増えてくると思うんで、そちらをね、楽しみにしていただければなと。おっとどうした、トモヤンのプレッシャーが、そうやりたいだけやろお前、プルトモヤンくるくるやりたいだけやろということで、さあトモヤンの攻撃が始まる、来ました、もうこれほぼワンオンワンですから。さあどちらが、おっと来たか、これもしかしてミュージックスタート、どうだ、いや素晴らしい、やっぱりトモヤンはトモヤンですね、通用します、なにわのスピードストロー。さあ郷田選手も、おっと惜しいが、おっと少年がボール取ったが、ポン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 して、なんか楽しそうな雰囲気混ぜてほしいな。さあ来ました藤高さんのドリブルから、郷田さんがどう出るんだ、おっと来た、ポストプレイして、なんだ決まった、うわ、今の決まりましたね。さあ6対9、いやでもまだダブルスコアとかにはなっていませんし、トモヤン見せてくる、ピエロ状態入ってくる、ピエロトランス状態入ってくる、さあどうだ、おっとこっから何してんの意味、あっと、おっとここで少年にパス出して、少年はどう出るんだ、いや、さあおっとプロをかいくぐってのシュート惜しい、さあしかしここで惜しい、まあね惜しいシュートが続いてるというのはね、なんとも嬉しいことですけども、いやえぐい、ちょっとね髪色ですけど、ちょっとトモヤンに間違えちゃいますね藤高選手のこと。さあトモヤンがドリブルを華麗に決めてくる、さあここか、また嘘でしょ、それ無理でしょ、いや決まらんのかい、無理でしょって振っといて無理なパターンかい、おい、はい、でもねなかなかねトモヤンもまだまだやれそうですね、抜いてるんでしっかり。さあ橋本拓也選手の、おっとボール取った、なんていうことだ、もうこれほとんどワンオンワン状態ですね、こういう楽しみもありますね 3-on-3、 おっとここで、いやー緊張してるのか、おっと少年がリバウンド取った、この身長でリバウンドを取りましたよ。さあ郷田選手の優しさから、おっとどうだこれ、まさか、この子がシャイニングスター、どういうこと、決まってくれ、おっと内坂選手じゃないな、トモヤンや、間違えた、トモヤンもガッツポーズですね、間違えましたね普通に。さあここで、てかさ俺の生実況ある動画に俺の実況入れるってしつこ、二郎系ぐらいしつこいやんこれ。さあということで濃い内容ですけども、おっと10対11、なんと点数差はめちゃめちゃ激戦ですね。さあ少年のドリブル、いやこの子うまいね、ほんで決めてくるから14対11なるから。さあエベッサ戦の方は負けてますよ、おっと子供たちが、さあトモヤンにパスを出して、トモヤンはどう出るんだ、おっと まさか来た、橋本拓也さんに挑発をして、お、郷田選手ですね、やっぱりこの人もごついですから、と思いきやミュージックスタート、クロスオーバーから一番得意なコース決めてくる、安定に、いやなんと5点差もついてます、いやーこれもしかしたらトモヤンたち勝てんちゃうかな。さあおっと藤坂先左右に揺れながら、あー安定に決めてくんな、まあですけどもまだまだ3点差ありますから、来た嘘でしょ、嘘でしょ、
20対13、まさかの7点差から来たダンクシュー。ミュージックスタートや、ミュージックスタートダンクシュー、素晴らしいですね。やっぱ拓哉さん、こういう華奢な動画で見たらちょっとほっそりしてるイメージですけども、しっかりこうねドーン決めてくる。さあ20対15、トモヤンチームが勝っている。おっと少年のドリブルから、おっと周りをしっかり見れる。そして少年にパスが渡り、どうだ、決まったか、決まってないようだ、数字が邪魔だった。さあしかしね、ドリブル最強にうまいから来た。これ嘘でしょ、パス回しすぎ、おい、これがプロの世界か、おい、そうでしょ、惜しい。いや今の見ましたか皆さん、まだまだ攻撃は止まりません。ミュージックスタート。さあこれが B リーガーだ。いやーちょっと今ね、僕もね興奮しちゃいました、見ながら。いやーこれはちょっと開幕戦も楽しみですね、これは。さあ20対17どうだ、トモヤンが中切り込んで、さあ決めてくる。まだまだトモヤンチーム勝ってますから。さあどうだ、藤高選手が左右に揺れて、さあどうだ、おっとここからはさすがに無理でしょう、無理なんかい。ということでさあ少年にボールが回りました。少年がここから、しかしやっぱりプロ相手にできるっていうのは少年からしてもなかなかいい機会なんじゃないですか。今からでもこういう企画多分増えてくると思うんで、皆さんぜひ足を運んでいただきたいと。藤高選手にボールが回ってきたというわけですけども、やっぱスリーラインよりちょっと奥から打ってきてるからな、なんでしょうか、ちょっと自分に試練を与えてるんだろうか。やっぱりストイックな選手がね上に上がるんでしょうか。おっとなんだ今の1回転からのシューティングスター、素晴らしいですね。さあどうだ、ここから少年にボールが回って、ど前にパス出してもいいのに自分で行くの。この子がなかなか果敢に攻めてくる、この少年たち2人素晴らしいです本当に。さあ郷田選手がにやりとした顔で、まあ、顔見えてませんけど、いやー決まってくるんだから、これがまた決まってくるんだから、これがまた。さあトモヤンにね、だ今同点です、皆さん同点、同点、今気づきました、同点です。ここからね勝敗決まりますけども、トモヤンさどうだ、どう出るんだ、ここから決めたらすごいかな、今の超次元ドリブル、何、嘘でしょ、ここからの、一回フェイント入れて、なんでって、あんて、なんでってんてんてん、もう本当に親心のように、いや嘘だろ、やめてくれよそれは、さすがに容赦ない一発、プロの容赦ない一発出ました。さあ2点差、しかしね少年たちが決めれば一気に逆転、トムヤンが入れれば同点ですよ、きたー逆転だ、26対24、時間も少々、時間も残り1秒だ、嘘だろ、ここで決めたら負ける、どうさ、なんてこった、スリーを決めて華麗に大逆転勝利、大阪エベースはやはり一味違いますね。皆さんぜひ開幕戦とか行ってください。また皆さんお疲れ様でした、バイ。